今年から運用が始まった熱中症特別警戒アラートが発表された際暑さを避けるために一般開放する施設を長野市が指定しました命に関わるような危険な暑さとなった際一般開放する施設をクーリングシェルターとして今年度から市町村が指定できるようになりました長野市が今日付けで指定したのは 市の中心部にある障害学習センターなど3施設です指定施設にはオレンジ色のポスターが掲示されています熱中症特別警戒情報が出された際には暑さから身を守るため遠慮なくお越しください長野市はドラッグストアチェーンベルシアの店舗なども指定していて合わせて19施設となりましたさらに協力施設を募っています